デキサン型電気機関車は、長子電気鉄道が所有する直流用電気機関車である。長子電気鉄道唯一の電気機関車であり、デキサンの一両のみ在籍している。日本の 1067mm 機関の電気、機関車としては、現存最小である。1922年に、ドイツのアルゲマイネ社で製造された、全長わずか 4.5m ほどの突型電気機関車である。 元は山口県上野の沖の山炭鉱の専用線で運用された。前後のボンネットには抵抗器が収められている。1930年、上電気鉄道が沖の山急行から新沖山を引き継いだが、同社の車席に入らず、銚子電気鉄道に売却されるまでの動向は不明である。1941年に銚子電気鉄道に移籍し、歴んに解消。 山佐醸油の工場へ原料使用などの材料を運んでいた。1984年の貨物営業廃止に伴い営業運転から退いた。2015年現在は中野町車庫で胴体保存され有志により修理、点検がなされている。中野町車庫内の見学は中野町駅窓口で入場券を購入すれば可能。車席は損置されているが、 資金不足により法定検査期限が切れており、本線走行はできない。2009年秋から2013年2月までの間は、黒の単色塗装から上半分クリーム色、下半分赤の旧塗装色にリバイバル塗装されていた。また2012年春には、生誕90周年記念として、終電装置がビューゲルから登場時のポールに乾燥された。 2016年には白に近い灰色に塗り替えられて、市川市にある千葉県立現代産業科学館に貸し出されて展示された。これはさらに黒を上塗りするつもりが間に合わなかったためだという。ありがとうございます。